魔剣の精霊、それは過去のゼルダ。今ゼルダは新たな意志を持って前に進む。定められた運命で違う道を探すという。さあ私についてきて、お前の肉体も意志もゼルダが断ち切る。ターミナル通信リンク構築完了。初期化終了。戦闘モジュール更新。キャパシティ上昇。ハロー、ワールド。この世界は間もなく私の力で再構築。この機体はますます完璧になった。私は人形に搭載された人工知能、空の少女という名前はそれをよく表している。どこまで一緒に行けるかわからないけど、今あなたと肩を並べて歩けてゼルダが嬉しいの。